今日は徳の幼稚園の脱穀の日です。いい天気になりました。イエーイ。はい、おはようございます。脱穀頑張るぞ。イエーイイエーイよー。今から脱穀の仕方を教えます。いいですか？はい。まずあそこからスタート。あそこにみんなが稲刈りしたお米があります。だからみんなあそこからスタート。先生から2つもらってください。で、2つ持ったらこの矢印で、ね、で脱穀する人は前に出て、これをお母さんがこれ回してくれます。これを足踏み脱穀機って言います。お母さんがこの辺前持ちます。子供たち後ろに握っててね。わかった、はい、あら不思議、全部なくなっちゃったよね。えすごいよ。でこれをなくなったら実はつぶつぶが取れてこっちにあります。この網でわーって取ります。まだお米のつぶつぶの他に藁とかいっぱいあるから、これをどうするかって言ったら、この機械でこれを入れるとそこから出てきます。あの機械は風で藁とかでお米の入ったやつつぶつぶ飛ばします。脱穀したらみんなどうやって運ぶんだっけ。では赤ちゃん抱っこで、赤ちゃん抱っこしてずーっと今度こっちで渡したら、でまた受け取って、でまた走って順番付いて脱穀をします。分かったかな。疲れた。じゃあみんなで頑張ってやっていきましょう。しっかり握って。パワーパワーパワー。はい、しっかり握ってね。パワーパワーパワー。はい、しっかり握ってね。でくるくる回してあげて。逆回りしてますよ。はいはい、タイミングよくそれが降りるときに踏む。今だ。そうそうそう、あとは大丈夫。はい、行け。パワーパワーパワーが足りない、パワーが足りない。終わりました。どうでしたか？楽しかった？1、2、3、4、5、6、7、8、9。ありがとうございます。どういたしまして。